どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、ヘッドの強さについて動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。この入り方久しぶりよね、こんな真面目にヘッド単体が強くいられてるかどうかってすごく重要で、やっぱりヘッドの力って相当重要なのね。それがすごく弱い、それグリップから来てるんだけど、やっぱグリップが弱いとヘッドは弱いね。手元がやっぱ緩いと全然こうペラーンってなっちゃう。弱いっていうのは、うん、ヘッドに勢いと強さがないのね。でボールに当たった時に負けちゃう。負けちゃう。だから本当に面白いぐらい、うん、俺ね、インペリアルのレッスンカメラ使ってたの前、インパクトカメラと、今使ってないんだけど、なんでやめたか知ってる？なんで？自分の目で見てるのと同じだから結果が。そうなの？そう、こうやってなってるの見えるから、キラリンがキラリンが見えるんだけど、そうカメラでも見てね、うん、でも俺が見えたってその方には見えてないからカメラ使ってたんだけど、もう見えてるから。だから俺がね、こうやってやるの、こうやって振っててくださいね、インパクトでこうやってやるの、そうするとあ同じ感覚っていう。じゃあなってんだよ、なってる。そう、キラリンになってる。なってる。だからインパクトで結局こうやってなること、だからこのままこうやっていけたらなんないじゃない、だから抑えてなきゃなっちゃうよってことをもっと分かってもらいたいわけ。そうだからしっかり遠側を動かしてあげて、こうやって前に出せなかったらやっぱヘッドって負けんだよね。だからそこをこうやってなる、グリーンって。それが良くない。もう本当にね、見ててもそうだし、ヘッドがすごく弱くて負けてる状態がね、めちゃくちゃ多いね。だからちゃんと押し返してあげなきゃいけないって、まあ他の動画でも言ってるんだけど、どうなったら弱いか、やっぱりね、こうなってたら弱いのよ、こうなってたら強いのよ。だからこう出してたら弱いのね、こうやって出してあげないとクラブって強くいられない。だからその手首が真ん中よりもこっちにないとダメ、こうやってこうなっちゃダメなんでね、こうなったらもう絶対こうやってなる、それがねすっごく重要。だからしっかりと出したら出しっぱなしじゃなくて、しっかりこうやってフィニッシュに向かわせてあげれば勝手にこうなるんで、こうやって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 、そうすればヘッドってずっと強くなるんで、ずーっとこうやっているから、こうやって、そうしたらめっちゃくちゃ弱いから、絶対そこだけでも変わる。バックスイングもこれ一緒、手首の向きだったり、そういうものっていうのはすっごく重要なんで、本当にちょっと意識をしてみてください。なんだろう、手打ちでパチンって打つんだったら、押してないんだよね。押してない、弾いてるだけ、あのヘッドを早く振ってるだけ。でも、結局手打ちって、ノーコックじゃなくて、手打ちってこうやってコック入れるでしょ、こうやって、だから自然と押せちゃうんだけどねそういうこと。そう、結局こっちから、ここの90度からここの90度に向かうのに、ここはやべえ力出るから、そう、こっからあのスピードでここに持ってこなきゃいけないじゃない、こっち側に、したらここやばいからでも押してないよ、こうやって押してないから。あ、お、そうか、押してはないんだ。こうやってるだけだから。でも力は強いんだよね。めっちゃ強い、押してなくても。 あ、そういうことか右グリップやばいから。あ、なるほどね。あ、じゃあ押す押さないの違いであって、力は強いんだ、ヘッドの。強い、めっちゃくちゃ強い。でこっち左は支点でしょ、でもさ右やばいじゃん、強いでしょ、だからそれに負けないぐらいこっちも強いから、グリップはやばいの。あ、そう、でもグリップは卵潰すなって言うからやってなさいって、だからしっかりと使ってめっちゃくちゃ強いんだよね、本当にこう。こういう感じ、それで強く振ってあげることが大事。でもさ、あのさ、すっげえ関係ない話してもいい？ああって打ってさ、ナイスショットが出るわけじゃないだから多分ね、スイングってあんま関係ないのよ。ここなんだよね、大事なのって。インパクトゼロ、それが結局ここが
まっすぐ帰ってきてたら、うん、自分の振りたいスピードと打ちたい力で振れてれば、うん、でフェースがまっすぐだったら絶対ナイスショット出る、うんうん、そこもう一回考え直してください。本当に今なんかパッと思いついたんだよな。こうやってこうやってやってたら絶対ここが緩むことはないわけよ。絶対にここからこの90度をキープしようとしたら、ここが緩んでたらこっちができないから。あ、そうなんだ。フォローの90がだからここでこうやってやって、うん、こっち側に自分のフルスイングのスピードで持ってけっつったら、うん、相当インパクト絶対強くなきゃダメだと思う。こうやって。ああ、そうか、そうだよね。そうで、ここで耐えられるグリップ力をみんな持ってないから、だいたいこうだ。こんぐらいです、隙間が空いてる。だそれだとどうしても耐えられないと思うんだよね。だからしっかりとグリップ、自分で振ったスピードに耐えられるグリップ力をキープしてないとダメだね。ヘッドの強さね。そう、ええ、ヘッドの強さをしっかりと、ここだけ強く握っててもダメなの。動かした先、ここがちゃんと強くなきゃいけないから、あのね、大体この辺を押してる感じなんだよね。手元ら辺をこうやって、こうやってね、そしたらここら辺強いんだけど、ここが強く押すっつったら絶対こう押すんだよね。そう、この動きがとにかくないから、そう、一番ソールを一番動かしてあげるの、こうやって。そういう意識があったら相当変わる。ここでね、こうやって動かす、こう、この力がねめっちゃ強いわけよ。この力が、これがヘッドってなんか物を押してるような感じじゃないと。そうダメってこと。だからなんか高い大きいものをこうやって押してるんじゃないじゃん、うん、一番下のものだけをさ。だからだるま落としよね、こうやって一番下だけパッて落とす意識があるとめちゃくちゃいいよね。それってさ、早くないとさちゃんと落ちないじゃない。そうだね、うん、その意識よ、すごいいい意識。グリップじゃなくてヘッドだけをスパンってこうやって活かせる感じ、それはもうこうやってるよ、こうやってね。その意識を持ってやってあげてください。その練習をしててヘッドにパワーが見てて感じないので、ちょっとどうしてもこの動画撮りたかったんでね、先端をちゃんと強く使ってあげてください。しっかりヘッドでボールをバチッて打つんで、ヘッドが緩んでたらボールは飛んでいかないので、しっかりと強さをですね、先端までちゃんとこう伝えてあげることを意識して練習場でやってみてください。それはさ、インパクトゼロとさ、うん、どっちが先なの？インパクトゼロだね。あ、じゃあ押せなくてもゼロはやっていけない。で、例えばこれゼロ、ああ力は入ってないけど、ね、そう、これもゼロ、うん、そうだけど、あそこから例えば1から8の中の2とかじゃない、うん、あれから始めて、うん、でゼロはずっとキープして、うん、ヘッドのパワーが最大限になった時に1から8の8ができてるっていう状態、うん、だから先にやるのはゼロ、インパクトゼロ、意識してやってください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。